はい、どうも皆さん、こんにちは。スキンヘッドにカツラっていう芸風をやめて、髪の毛を生やし始めて、早くとも、もう半年も経ちました。クラクラチャンネルのー、ケスケジキックのー、綾瀬はるかです。ブーということでね、いやね、もうすっかりね、坊主からちょっと毛が生えたぐらいの感じ、毛が伸びたっていう感じになりましてね。なんか引退した野球部みたいってね、最近、家族に言われました。で、そのね、綾瀬はるか、今日は何をお送りするかと言いますと、はい、こちら今回ね、サブサブアカのね、タウンホール11アカウントの方、お送りしていきたいなと思います。で、なんで今日ね、サブサブアカのね、タウンホール11のアカウントかって言いますとね、はい、ですね、こちら大工の拠点の方ですね、ビルダーホール9なんですけどもね、もう間もなく、バトルマシンレベル30になって、で、あとはね、迫撃砲の改造を終えれば、大工さん6人目が解放できる、オットが解放できる、これですね。オットハットがね、解放できるっていう形になりますんで、今回は久しぶりに、1年3ヶ月ぶりぐらいにですね、こちら、オット開封の儀ですね、こちらをやっていきたいと思います。はい、ということでね、早速にやっていきましょう。まずはバトルマシンですね、こいつをね、着工していきます。で、ヒーローの方使うのもったいねえかなって思うかもしれないですけどね、ちょっとね、これね、回収できないんですよ。ゴールドパスのあれが回収できないんで、もうね、はい、着工しちゃい、完成させちゃいます。で、からの、リーグメダルですね。これヒーローのハンマー使いだよね。ヒーローのハンマー使えるよね、おそらく。ヒーローのハンマーですね。こいつを購入していきます。で、こっからね、戻っていってからですね。はい、こちら、バトルマシンですね。ヒーローのハンマー使っていきます。まあ、6日分ぐらいちょっと待てよって思う人いるかもしれないですけど、いや、私、ケスゲね、我慢ができない性分なのでね。はい、これで、着工設定、アップグレードさせていきましょう。オッケー、なってるね、バトルマシン。で、これで、オッケー。で、これで、あとは改造だ。改造置いていきましょう。改造置いていって、で、迫撃砲ですね。はい、こちら。改造してって、からの建物の方で、オッケー、これで、来ました。あ、なんか達成したぞ。改造のやつか。達成しちゃったので、はい、達成していったので、あれだね。オッケー、改造ですね。終えたので、これで、オットが、解放できる。解放できます。ついに、ついに、あ、で、これ、もう一段階か。上げれて、で、さらに、こっから、さあ、レベル4にしてって。で、これでまだ解放は、あ、できてない。できてないのか。で、これでからのアップグレードしていってきました。おっと、解放できましたよ、皆さん。さあ、これで、はい、この画面。よーし、完成だと。ちょ、記念スクショしとこう。スクショしといて。で、小さく見えるがハンマーの扱いは大したもんだぞ。スクショしとこう。で、からの。さて、荷造りにかかるかな、向こうにもね、寝床を用意しておいてくれよっていうね、形になるんですよ。で、これだけではね、まだね、マスター大工ね、あっちに行けないですよ。何かっていうと、はい、こちら、マスター大工の声ですね。やっぱりね、これ1個立てておくだけで、パーセンテージ、変わってきますから、防衛でも、めちゃくちゃね、強くなるっていうことですよ。時間切れもね、狙えるっていうことですから、壊さなきゃいけない施設が1個増えてね、だいぶ変わってきますからね。で、これによってですね、はい、移動、マスター大工、移動させていってあげて、どう？マスター大工どこにいる？移動した？まだいるよね。小舟に、あ、いた、来た。で、これで、この小舟に乗ってくるんですよね。この小舟に乗ってって、スルッて消えるんですよ。で、こっち見ると、はい、大工さんがやってきて、で、ここの寝床にですね、収まっていくっていう形になります。いやー、これは嬉しい。もう、タウンホール11ね、アカウントね、やっぱり、ね、後期日数がめちゃくちゃ長いですよ。なので、やっぱりね、大工さん5人中4人は稼働させてって、1人は壁塗り用に、回してるんですよね。なんですけども、それがよ、マスター大工が来たら、常に大工さんがフル稼働してって壁も塗れるっていうね、そんな形になるんで、もうね、育成スピードがめちゃくちゃ上がるわけですよ。なので、じゃあね、何か、着工させていこうかな。着工していって、この大砲にしていって、オッケー、これで、いつでも壁塗れますね。で、こっちのオットちゃんには何、あげようか。さあ、せっかくオットちゃんがいるんで、まあ、とりあえず、まあ、何かしら適当にあげときますか。ラバランチャーあげとこうか。いや、足んね。足んないんで、対空爆弾あたりね、レベル7になんで。はい、オットちゃんもね、その間しっかり働かせておきましょう。いや、嬉しいっすね、これ、本当に。タウンホール11で、大工さん6人いるってね、もうめちゃくちゃ育成スピード、もうめちゃ上がりますからね。
はい、そしたらですね、バーバリーキングが残り5時間で終わって開くんで、エリクサも使っちゃっていきたいですね。エリクサも使って、あ、グランドウォーデンに使っていきましょう。グランドウォーデンに使っていってあげての、はい、もう大工さん6人フル稼働させていきました。よし、そしたらね、資源狩りね、この後はね、ここからね、雑談タイムとなります。さあ、それで資源狩りやっていきたいんですけど、あ、クランジョ報告、ちょっとめっちゃ溜まってんじゃん。めっちゃ溜まって、わ、待って、エリクサー、ちょっと待って。まあ、いっか、これ、今回の動画内でやってるの、資源狩りとなりますからね。で、なのでね、もう本当に、今ですね、クラクはね、始めたてだよとかっていう方はね、ほんとね、大工の拠点ね、もう早上げ気味でです。自分のね、さっきの村も見ましたよね。もうほんとに、ちょっと早上げ気味で、で、研究に関しては、硬化繊ガゴか。硬化繊ガゴを上げちゃって、あとはもうね、エリクサーとかは、もう全部ヒーローにぶっ破していくっていう形で、育成させていきました。で、ゴールドに関してもね、壁塗りとかですね、結構意外とちょっと壁のレベル上がってたじゃないですか。あんな感じでね、壁にね、使っていってあげて、で、ヒーロー優先で、バトルマシン優先で上げていくっていう、そんな、形のね、育成の感じでやりました。なので、ビルダーホール、最初ね、まあ、あれ、8か9か、9とかだったんですけど、早上げだったんですよね。で、バトルマシンのレベルも、このアカウントね、本格的に、資源狩り、大工の拠点の資源狩り始めたので、もう、7月末か8月頭あたりに、資源狩り始めたんですよ。で、レベル19だったんですね、バトルマシン。レベル19だったんですよ。7月末かな、8月頭あたりまでは。なんですけど、もう本当2ヶ月ほどで、バトルマシンですね、レベル19から30に上げれましたね。まあ、最後の、レベル28。からね、30まではね、マジカアイテム使ってったっていう形なんですけど、まあ、ちょっとね、バトルマシンにマジカアイテム使うのね、ハンマーとか、あとは、ヒーローの本か、使うのなんかもったいな、ないなっていう感じはちょっとあったんですけど、まあでも、あともう一息だったんで、もう使いてえなと、もう早く大工6人にしてえなって、あと6日ほど待てばね、大工6人にできたんですけど、もう我慢できなくなっちゃって、私、ケイスケ出しちゃいましたね。なので、もうね、皆さんもね、まあ、バトルマシンとかね、本当に、マジックアイテムの、大工の拠点に使うのなんかもったいない感じするなーって思う人いると思うんですけど、まあ、確かにそうですね、6日ほどだったら、残り6日ほどだったら待ってもよかったかなっていう感じありましたね。あと意外とね、バトルマシンなくても意外と勝ってましたね。まあ、ちょっと負けるときはね、沼るときはね、結構沼ってたんですけど、意外と勝てて、エリクサーとかもね、本当毎日ですね、コツコツ資源狩りですね、バーサスにやってるだけでね、結構、レベル19から、30まで2ヶ月ほどで上げられちゃいましたからね。なので本当に結構上げやすいのかなっていうふうには思います。ただまあやっぱりね、結構コメント欄とかで見かけるのが苦行だっていうふうには見かけましたね。大工の拠点あんまり好きじゃない人からしたら。はい、なのでここから、ね、撤退していって、なので、ね、皆さんも頑張ってね、バトルマシンレベル30にしていきましょう。もう一回ちょっとよく見ていきますか、自分の村の方。はい、自分の村の方はですね、こんな形になってまして、まあ、メガテスラを、上げきってないと、オットですね、解放できないんで、まあ、メガテスラと、あと研究の方は、あ、そうだ、移動放題もレベルマックスにしないといけないんで、これレベルマックスにしておいて、で、バトルマシンもこんな感じ。なので、はい、ロケット花火とかもレベル3のやつとか、あるんですよね。もう本当に、ビルダーホール、8あたりがね、ちょっと早上げ気味で、早上げしてって、上げていったっていう形、これぐらいでもうね、できましたね。もうちょっと頑張れば、もっと早上げでも、いけると思います。もっと早上げ、そうですね、ジョーカーさんとかも、サブチャンネルの方で、動画載せてるんですけど、結構だいぶ早上げですね。木の壁とかも結構多かったか、イメージがある。で、だいぶ早上げで、上げていきましたね。なので、本当大工の拠点はね、早上げ気味で、全然、問題はないですね。なので皆様、ちょっと早上げしてってね、大工の拠点上げていきましょう。ほんで、バトルマシン、あと大工の拠点か、格上に当たってきついとかっていうね、コメントよく見かけるんでね、なんか格上が出始めてきたらもう上げちゃっていいのかもしれないな。どうなんだろう。あ、ただ、あんまり上げすぎるとね、自分以前検証したんですけど、ビルダーホール7時代に、裏リーグ、大工の拠点で裏リーグ行けんのかっていうのをね、検証したんですよ。そしたらね、ビルダーホール7の時、だいたい数百あたりで、敵がね、全然マッチングしなくなったんですよ。マジで。本当にマッチングしなくなって。で、当たるビルダーホール帯も、ビルダーホール5とか、
までしか当たらなくて、それ以下4以下とかには全く当たらなかったんですよね。なので早上げしすぎると本当に積む可能性もちょっとあるかもしれないですね。あとはねトロス上げすぎると積む可能性があるんで、その点についてはねお気をつけください。はい、なので、ね、あでも確かにどうな出なくなるのか、敵ってどうなるんだろう、気になるよね。またちょっとやってみようかな、どうしよう。いやでもねそれで敵がね本当出なく なったりして積んだらね怖いんですよね。検証したいけど怖いっていうね、そういうジレンマがねあるんですよね。どうなるんだろうね。やっぱ多分そうですよね、本当ビルダーホールプラマイ2ぐらいなイメージだと思うんですよ、マッチングする感じって。なのであじゃあそう考えると、あ待ってちょっとどう、これ OKOKOK いけそう。なのでちょっとね怖いか、でもちょっと気になるんだけど怖いな、どうしようか。そういえば自分の村でさ、ライクの拠点でね、自分の村をさビルダー、タウンホール2からタウンホール13にするまでいくらかかるのかって検証動画以前出したじゃないですか。あれねおかげさまでめちゃめちゃ再生数ついてるんですけど、やったですか。そしたらリクエストで、じゃあケイスケさん今度ビルダーホールでやってくださいって、ライクの拠点でやってくださいって鬼畜なねリクエストをいただいたんですよ。やってみます、どう。でもしやってみて、じゃあねいいよ、ビルダーホール1からビルダーホール9まで思い切り早上げしてっていくらかかるのか検証して、でねレベル上がったらさビルダーホール9に上がったわけよ。でトロフィーとかさまだ100もいってない段階でさ敵探したらマッチングすんのかな、怖いもの見たさだな。やってみたいっていうまではあるんですけど、どうなんだろうな。はい、そんな感じで今回はですね、サブサブアカタウンホール11のアカウントですね、もうついにね、マスター大工の声ですね、おっと解放してね、こう、資源狩りか、雑談系の動画、お送りしていきました。いやもうこれはね、だいぶ変わりますよ、タウンホール11の育成スピードが。なので皆さんもね、頑張って、おっとね、解放していきましょう。はい、ということでこれからもね、クラクラ動画、毎日投稿していきますし、そろそろですね、毎回言ってますけどね、10月の2かしらアップデート、あとはね、ハロウィンイベントか、もうやってくると思いますんでね、そちら先行プレイ動画とかも出していくと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。